子供の島、キラキラー。はい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 、皆さん、こんばんにゃー。<laughs> 今、適当に、あのー、こんばんにゃーで始めてしまいましたが。 なんかね、やっぱ、おはこんにちわの、なんかこう、なんていうのかな、代わりになるぐらいの、その、あれが、なんていうのかな、挨拶が浮かんでこないんだよね。 あおは、こんばんはでもないしね。やっぱ、こんばんにゃーって言ってしまったのは、僕のこの、えー、アラフォー的な感覚なのかもしれませんね。<laughs> はい、はい、はい。えー、っとね、えー、深夜、深夜じゃないですよ。えー、日曜日のゴールデンタイムに変わりまして、もう今日で3週目。早いね。えー、で、まあ、ああのー、日曜日に変わってからね、本当に、あのー、いろいろと、えー、番組の内容も充実させていけることができそうだな、というふうな感じでね、進めております。 先週でしたか、えっ、ー、と、子どもの国のね、えー、先週だった、えー、先々週か。 先週だ。<laughs> 子供国のね、えー、方にも出ていただいて、子供議会のことなど、いろいろとお話ししましたが、えー、本当にね、あのー、こういった形で、えー、沖縄市を中心にね、いろいろ沖縄の子供たちのこと、えー、その他、えー、地域のこと、いろんなことですね、えー、情報発信したいです。それ、えー、番組を通して、えー、皆さんに何か宣伝したいですという方いらっしゃいましたら、どんどんどん,どん、えん、ー、FM コースは子供の島キラキラまで、 ご連絡ください,はい今日もね、えーまあえー、おっさんが2人でのんびりとペラペラと喋っていく、えー、予定でございますよ。よろしくお願いしますね。はいはいはい。えー、っとね、ムチビさ、ムチビさ、えーね、始まっちゃったね、あなんかだんだんと、えー、寒くなってきているような感じではあるのですが、皆さんね、なんか風邪などひかず、なんかちょっと流行ってるってよね、あのー、インフルエンザさ。 なんかあの知り合いでも普段全然病気なんかしないだろうみたいな連中があの結構、体調崩してる方もいるのでね皆さん、ねあの体に気をつけて頑張っていっていただけるといいですね。は それではね、えー、今日もお届けしていきますよ。子供の島、キラキラ。えー、この番組は NPO、子供の島がお届けする沖縄を子供たちの笑顔でキラキラ輝く島にしたいなという願いのこもったおっさんがお届けするレディオ番組でございやす。ユータサルグトゥーニゲサビラー。 はい、えー、この番組は、えー、今日ジイフル、ジョョイするでおなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよ。番組への、えー、メール、えー、コメント、えー、その他、もろもろご意見、ご感想などありましたら、えー、761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp ファックス番号は098-934-8653。えー、934-8653、ねあのー。メールたくさんいただくと僕テンション上がりますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それから、ねえー、と番組はツイキャス、ね、ツイキャス、それからユーストリームでも配信しておりますのでよろしくです。 というわけで、しー。文字正則。<laughs> <laughs> はい、おは、こんにちは。はい、おは、こんにちは。使ってるね。うん、使ってるよ。<laughs> ね、今日なんか鈍いしてるねち。ちょっとタイミングが。伸ばすとは思わかったから。<laughs> <laughs> ねもうあのね、う今年から正則の、こ今年から正則の下人ですけど、いや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 、下陣は置いて、て今年からノリですけど、やっぱりね、やっぱりね、俺、頑張ってるよ、フェイスブックで連絡するときも、一生懸命頑張って、知って、知って入れかけて、あサ正則って。 <laughs> あどんなね、正さのりの反響は。ないないない、みんな、フェイスブックで何回も、正さのりですよってアップしたのにないないない。 下地おはようとか <laughs> でもね、言いやすいんだよね。読んでないだろうって、まさ <laughs> のりですよ、ああ読んでないんだろうって、ね、確認してないだろうって、ただ,ただ見て、いいね押してるだけだなって、でも、いいね押してるだけっていうのは多いね、ねこれはさ、僕もよくやるから、あんま人のこと言えない。ああ <laughs> <laughs> 俺はいいね押してかからら読むからねねねあーそれもいい、ね、<laughs> いい、ね、押しまくってあとで全部読むっていうあ、うん、あーなるほどねはいあそれもありだなうんいやでもねなんかあのー、自分のこの名前というか呼称ね呼称、うん、呼び名というかね、うんうん、僕はさ名前が名前なだけに、うん、もうずっと同じ怒りだから、うん、だからなんかこう、あのー、なんて言ったらいいのかな新鮮 下人が今年から正則ですっていうのが新鮮だしちょっと羨ましい大体年下の人とか中学小学とか高校生とかみんな俺を「ノーリー」って読めたのあそうなんだねみんななんか名前教えてって「ノーリー」って言うんでだからねんか下地さんかノーリーかだから正則って呼ばれることがほぼないっていうあそうなんだね 正則,をその正則にしようっていうなんかあれはあったのそうそう一番好きなのが正則って呼ばれること、うん、あそうなんだね特に女性から呼ばれるのはそれが好きなんだけどみんな下地さんかノーリーなんだよねああ<ー>あれは下地とか <laughs> ノーリー下もとかはダメダメダメ <laughs> ーーローリー寺西みたいに <laughs> 名前が二つっていう <laughs> 俺の同級生でさえっとよ又吉末吉っていうのがいたわけ<ー>末吉又吉だったかなどっちも名字っぽいねそうそうどっちも名字だわけ <laughs> もう爆笑してたんだけどさ末しさんはいはいみたいなね <laughs> 病院で何回手あげればみたいなね<ー>いや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 えでもさあのー、みんなに愛されるその ノリだから <laughs> 今もしもじんって言いそうだったんだけどなんかやっぱりあるじゃない、あのー、一番好きこの一番ノリって呼ばれると一番嬉しいっていうのもあるしうん、うん、みんながこうなんていうのノリをこうなんていうのかなあのあ愛,愛すべきノリとしてさうん、うん、呼べるっていうこの相手側の気持ちもあるさだからね うん、男はシ人でもいいんだけど。あ でも、でも、まず、まずは、男女関係なく正則で行って。みて一旦浸透させる努力をして、三月までに、まあ、無理そうだったら、男性は下地。なるほどね。はい、はい、早速ね、あの、ツイキャスでコメント入ってますよ。ええ、じゅんたんさん、初見です。はい、どうも、ええ、よろしくお願いします。むさいおっさん二人です。すみません。それから、いみっちゃおじさんさん、あ、いつもね、あの、ありがとう。 ございます。えいかにさん、下仁さん、えー、じゃなくて正則さんが<あ> <laughs> 使ってるよ、えー、おはこんにちは。はい、おはこんにちは。いかりさん、今日は、えー、雰囲気変わった感じがしますね。髪型変えましたかね。いい感じですね。あ、そうなの？ うん、かね。あ、ちょっとあの僕今日ニット帽かぶってたからああこっち来るまであの髪の毛がペターンってなってるんだああうん、それだとあ,ありがとうございます。髪の毛上げた方がいいかな？俺は大丈夫だよ。もも <laughs> 下地の髪型 <laughs> あれだもんね。うん、あ、丸坊主憧れるんだよね。ああうん、丸坊主憧れるんだよね。<laughs> はい、じゃあ今日はね。あのー、今日のなんかさ僕ね。うん、この今日のテーマっていうのを。はい このの子供島キキララではあんまりやってないんだよねやってないうかミューティングでも話しないし一回も今日のテーマっていうのをやろうっていう話になったことないよねないね今日これ行ってみようかでそうよねで番組をめにやろうかなで脱線して結局今日話しようっていう内容は話ししないんだよね じゃちょっとだけ今日は今日から2月1日そうね1日であさってじゃない2週間後か2週間後のちょうど日曜日はちょうどバレンタインで終わって次の日沖縄マラソンが2月15日沖縄マラソンだよねはい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 でマラソンの1週間前か2週間前2週間前も終わってるから 1>, 1日から7日、うん、まあ8日の間に、1回は20キロ走った方がいい。うんうん、あそうなんだね。沖縄、うんうん、マラソンってフルマラソン 42.195キロ走る人は最低1回は20キロ走った方がいい、ね、うんあれさ僕マラソンってあの出たことないから全くわからないんだけど例えばフルマラソンっていうのは42.195キロでしょ、うん、それをあの練習するにあたってさ、うん、その,そのマラソンに出場する人がね、まあ、方々が、はい、練習するにあたって42.195キロ走らなくていいの練習の時あ、走らなくていいね そうなんだね走れるっていうか個人ではちょっと難しいはずまず水分と F の補給ができないからあなるほどねなるほどね距離もちょっと難しいし作れないよねグラウンドをさぐるぐる4 2 1 9 5キロだとさ死ぬよね精神的にまず終わろうと思う気持ちが持たないでしょ気持ちが誰かが。 何人かグループで走ればいいんだけど。あ、そうね、うん、そうね。それかパートナーがいてね、うん、サポーターというかね。定期的にね、グラウンドの横に座っといて、はいはい水とか、はい塩飴とか。う,うん。じゃあまあなかなかね、それもね。う,ん、うん、なるほどね。月間100キロを走れば、最低100キロ走れば乾燥はできる範囲内、うんうん。100キロだったらさ、10キロを10回でもいいってこと？うん、みたい。 要はそうやって42.195キロを走る体力とかその走るペース配分の感覚とかそういったいろんなものを身につけていくってことだ。なるほどね20キロがつ辛い人はペースは関係なく2時間走るあ、なるほどね。あの四十二42.195キロはそのタイムは感想のタイムっていうのは沖縄マラソンは。 6時間半かな、うん、沖縄マラソンは、うん、6時間内に入ればいいから、うん、でも何キロ地点までに何,何時間っていうのもあるんでしょ、うん、だいたい、うん、ハーフまでスタートして3時間ぐらいだったと思うねはいなるほどね、うん、じゃあスタートしてハーフに行った時に4時間ぐらいだともうあはい終了みたいな走ってもいいんだけど、うん 沖縄マラソンはコースがあの、うん、米軍基地の位置があるから<ー>そこは入れないんじゃないかな <laughs> 入って。 終了してた最低終了してた、うん、まあ出るまでは、うん、大丈夫だと思うなるほどね面白いね、えー、面白いねなんかこれはなんか本当に小ザって感じがするね小ザの話だな小ザのマラソンだねでも米軍基地見るのねからね、うん、まあねはっきり言ってねなんか似たような建物と緑の芝生がずっと続いてますみたいなね <laughs> そうあそうコース書いていいと思うんだけどね <laughs> な,んでなんでコースにしてるのかよく分かるなるほどね目玉に ななってないし、うん、何基地の中に入れるからみんなが喜ぶだろうっていう安易なこのあれがあるよねあるよねはいえみっちゃんおじさんさん「私も丸坊主憧れますね私の後頭部は見事な、えー、暗い、えー、平べったいですああなるほどねいわゆるたっぺです」と。 帽帽子子ををっった後帽子を見ると三角形になってます <laughs> そんなに <laughs> すごいね。小学校の頃のあだ名はおむすびでした。<ー> <laughs> ごめん笑ったらダメだけどね。<laughs> なるほどね、はいはいはい。なんかさ、タッペーとってさ、うんまあ、沖縄らしい言い方なんだけど本土でいうところの大和でいうところの絶壁ってやつでしょ。 あの別に大,大和じゃないから <laughs> あのー、本でいうところのっていうのにこだわりはないけど、うんうん、絶壁って呼ばれるものでしょこの後頭部が絶壁っていうああだろうねっていう言い方をするよねでもこの合敗っ,ってあるさその達兵の反対型で <laughs>、うん、ねてるね達兵、ね、の反対型で合敗っ,ってあるじゃない合敗、うんねね、っ,って言葉は沖縄だけさ久しぶりに聞いたよ <laughs> 聞いたじゃん嫌な合敗や,やーみたいなね、うん、いやな合敗やーみたいな言うさね,ねあれがさ大和の人 と大和にこの「合敗」って言葉が伝わったのはあのあの漫画だよね。なんとかピュン。そう、うん、なんとかピュン。まあ言えないけど番組では。うん、なんとかピュン。なんとかピュン。ね。うん、<laughs> なんとかピョン。ピョン,ピョンじゃないね。ね。終わったあるしがピョンみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> あれだよね、まあ服の前にあれがないやつだそうそうそう、カエルがない、カエルじゃない方うのピュンね、あれのおかげでさ、<laughs> あの合敗っていう言葉が結構、大和でね<ー>、うん、浸透したんだよね、あの時期ね。ないないん合敗はさ、軍艦だったかな、何だったかな。 聞かなきゃよかったかかからな聞きゃよったみたいなねまあまあそんな感じで今日のテーマなんだけど子供の時のあだ名子供の時のあだ名僕はもうあだ名の数ではなかなか人に負けないよっていうぐらいの数を持ってるのであれですがやっぱりほら日曜日に移ってね僕の中で全然誰にも言ってないけど今日のテーマっていうのを やっっっちゃおううかなっていうのがあったわけ、はい、今日のテーマっていうのをやろうかなみたいな毎週は無理だけど <laughs> <laughs> あのほらなんかいろいろあるさね毎週は無理だけどあの何て言うのかなゲストがいないとかあの、うん、話するネタが少ないっていう時は今日のテーマみたいなのを <laughs> <ー>あの入れてですね あの僕としてはちょっとあのなんていうのかな怠けていこうかなと <laughs> <laughs> おっさんだからね一生懸命やったらおっさん<ー>ガソリンほらおっさんってさあの燃費悪いさ <laughs> 最近の子ハイブリッドさ<ー>最近の子ってさあんまりご飯食べないけど<ー>なんか死なないさハイブリッドだなって思うわけあすごいな人間もハイブリッドの時代やさとおっさんとかも夜になったらもう死ぬお腹すくわけ あははは電子燃費悪いわけ電子カロリー高いの食べてるのにあんまり働かんさおっさんって <laughs> なるほど電子電子燃費悪いわけあは 本当によ。アメかなっていうぐらいの燃費の悪さだから、おっさんって。燃費の話になってるね。<laughs> うん、燃費の話になってるね <laughs>。今日のテーマは、あの、子供の時のあだ名。<laughs> <な>ね、あの、皆さん、どん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 、あの、子供の時のあだ名など、<ー>えまた、そのあだ名にまつわる、そのエピソードなどありましたら、えー、どんどん、え番組までコメントください。メールや、えファックス、その他ツイキャスなどでも、えどん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 、えお待ちしておりますよ。それでは、一旦、CM! 小さいパソコンって感じです <laughs> そうよねそう本当に小さいパソコンじゃないと使いにくいこんなのがちょっと苦手あ小さすぎるパソコン、うん、そう <laughs> 最近フェイスブック開いてるだけで見てないやん <laughs> うん開いて放り投げてるって <laughs> うん お届けしております子供の島キラキラのお時間でございます、えー、この番組は今日ジョイするっておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよ皆さんカラオケするならジョイさんにレッツゴーこれさ、うん、あの誰も気づいてないと思うけど、うん、あの,ー、あの北京ベルリン、うん、なんとかシベリアのおっさんの真似、うん <laughs> <laughs> そうなのそうそうリバーサイドの人のまなんだっけ、うん、出てこない <laughs> <laughs> 古すぎて出てこない <laughs> めっちゃあ行やったさ僕たちの頃「皆さんお元気ですか?」みたいなな,なんとなくわかるけど、うんうん、全然似てないけどさ名前,名前が出てこない <laughs> <laughs> 出てこない出てこない <laughs> あの「井上の革ズ <あ> <laughs> <laughs> 本人はそう全然そうじゃないけどね、うんうん、素晴らしいけどね、僕あの人、まあ、ミュージシャンとしてもそうだけど、作曲家としてもとっても尊敬してますよ、<ー>うん、素晴らしい、うん、素晴らしいですよ、はい、あのでも全然ね、あの然誰も気づいてないと思うんだけど、カラオケするならジョイさんにレッツゴーみたいなね、だってレッツゴーって言い,いそうにない顔してるさね。<あー> <laughs> <laughs> いいそうにない顔してるさね行こうって感じだね行こうって感じだよねうんうんそうさ、どうよ子供の時のあだ名ない本当にどーリーか下地でしか呼ばれたことがないねシモジーはあだ名じゃないシモんえはね大人になってからあ子供の時じゃないわけねえちょ子供の島だから子供の時ってくくりにしちゃってるんだけどさあそっかいや僕はさ あのー、まずあれだね、あのー、名前が「いかり」さね、うん、まあやっぱり当たり前のようにあの大きく分けて二つに分かれていくわけ、うん、系統がね二系統に分かれるんだけど、まあ、まず一系統が「いかりソース」「いかりソースね」ね、うん、でもう一つの系統が「いかりや長介」この昭和を反映しているさ、うん、昭和の中でも後期をね 70年代 <laughs> 昭和の後期を反映しているかのようなこの2つのあだ名がさやっぱり大きかったねすごいね言いにくいね <うん S 2> 言いにくいね普通に名前読んだ方が <うん S 1> 楽だなそうそうそう <laughs> だからさどっちかっていうと普段は怒りって呼ばれてるわけ <うん S 2> 呼ばれてるんだけどだけど<う>んなんかの表紙に「怒りそうす」みたいな「長助」みたいな。 なんか怒り総帥って感じに聞こえる、うん。ああ、僕はい、怒り総帥とか怒りテイとテイテイテイ特 <laughs> とか呼ばれるのはまあ非常にあの僕は嬉しいことではあるんですが、あ<ー>それ置いといて、あの本当にあのー、とりあえずあれだね、あのこの怒りっていうその名前に翻弄された子供時代でした。<laughs> はいはいはい意味長おじさんさん。 えー、タッペーだと枕をしないで寝ると頭ががっちり床に固定されてびくとも動きませんので <laughs> <laughs> ちょっと面白いんだけど<ー> <laughs> ごめんなさいねいみちおじさん,さん<ー>、えー、寝相がデージいいです <laughs> <ー>寝,相寝相がいいんだじゃああけがっつりだねすごいね合体の人は枕をしないと安定しないんでしょうかねはい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 <ー>まあ僕はいははいはい いぱでもなく通常の頭してるんですが通常ってなんだよな通常ってないよねまあそれ置いといて僕ちょっと横向きにならないと寝つきが悪いわけああほんとは向けで寝たい人なのよ腰にいいからハハそ横向きに寝ちゃうところがあるんだよねこれねやっぱり頭の形が関係してるのかなどうなんだろうね

<laughs> じゃあ眠った時に床に寝たら安定するタイプ <laughs> 安,定安定してたんだけどね <laughs> うんなんかちょっと後頭部が出てきてなんかさあだ名ってさ、うんあのー、い大体平均的にはよ、うん、まずそのなんていうのかなその人の名前に由来するあだ名とその人の外見に由来するあだ名の2つに分かれると思うわけ。 で僕の場合はもう名前が強烈だからいま <laughs> <laughs> だに自分から申告しないと本名って誰も気づいてくれないわけさこ、うん、の「いり」っていう名前が<ー>もう苗字なのみたいな<ー>苗字と思ってましたみたいなあと姉妹には怒ってるのみたいな「<ー>ええいやいやいやずっと笑ってるよ」みたいなね「<laughs> ずっと笑ってるっちゅうねん」みたいなね まあだから、ど,ね、そのどうしてもやっぱり名前が強烈だから、うん、あの名前がいじられてあだ名になるパターンが多いわけ<ー>なんだけど外見であの本当は俺はあだ名もつけられそうなキャラではあるわけよ <laughs> もう小学校の時もずっと非満児だったから<ー>だからもう、あのー、なんていうの、あのーまあ、絶対デブをいじるさ<ー>あだ名になりそうなんだけど 出てこないうん、うん、<ー>多分俺の小さい時のこの、まあ、今もそうだけどこの太ってるっていう外見以上に怒りっていう名前がそれを超えてきたんだ強烈なんだ強烈なんだろう超えてきたんだろうね外見か、うん、外見でもないねそうよねうんうん。ジ、うん、人外見の特徴って俺<れ> ないねないよねね<い>目が2つあるぐらいの話だよ、ね <laughs> うんまあ、みんなそうだけど <laughs>、うん、大体は <laughs> <laughs> そうよね何、うん、かよ、あのー、小さい時のあだ名ってさ、あのー、僕が思うによ、うん、結構残酷なのもあるんだよね<ー>なんか子供ってさ割とさ悪気がないだけに残酷なこと言うよね、まあ まあ、相手のこと考えないからね。そうそう、そうそう。基本的に子供はもう自己中心型さ。<laughs> もうそれはしょうがないさね。うん、生物としてね、うん、小さい時はね、本当になんか割とあのー、残酷なあだ名をさ、<ー>読んでたなーっていや、あのー、僕、これは僕じゃないんだけど、うん、僕の知り合いが話してたんだけど、あのー、ずっとさ、小さい時から、えっ、ー、と、なんてかな、バカボンかな。<ー>うん、で。 あのいうというあだ名の友達がいたんだってバカボンかなんかだったと思うよで女、あの子だわけ女の子でバカボンなのまあそんな感じだったと思うバカボンかなんかだったと思うよでずっとみんなあのそう呼んでたんだけど、うん、ある日高校の時か卒業した後かぐらいにまあ要はちょっと。 ちょっと大人になってからね,、うん、ねちょ大人っていうかその成長してからね要は子供とは呼べない年齢になってから、うん、みんなでワイワイ遊んでるときに、うん、遊んでるときによ海,海かなんか行って分からんよビールかなんかのんさのか分からんけど海とか行ってみんなでワイワイ遊ぶさ10代の後半とか20代ぐらい行って、うん、そのときに若いから、あのー、砂にさビーチの。うん なんかそのこのあだ名のさ、バカボンなのかなんか絵を描いてから、うん、ねえねえ、見てみたいな、<laughs> 本人に見せるみたいな、うん、えやりそうさ、みんなわワイワイやってて、この子も今までそう呼ばれ続けてて、何もそれに反論しなかったって、うん、もうなんなら笑ってるぐらい、それ言われてもよ、何みたいな、うん、だったのに、このたぶんね、10代後半か20歳の話だよ、うん、この年になってよ。 その砂浜にさこう描かれてさ絵を見て見て、うん、みたいなえバカボンみたいな <laughs> いうのを見て、うん、笑全く笑わないでぼそっとさ「本当はさずっと嫌だったってば」<ー>聞い,たいな <laughs> <ー> <laughs> なんかさこれってさ <laughs> あのー、なんかあるだよねあののそ この子はずっと10年以上抱えてたんだろうね。<ー>うん、でもほら、変な話、みんなもワイワイ行ってるし、行、ね、っちゃうから、それに対してなんかこう、変にもう,言,う言わんでとか、<ー>うん、デ丈夫、デジムカつくみたいなことって空気が悪くなるさ。うんね、だかかららそれをもしかしたら 周りの空気を読んでずっと本当はめっちゃ嫌なのに言われるのがめっちゃ嫌なのにずっとその二十歳ぐらいになるまで言わしてたのかなっていう言われるがままになってたのかなってここぐらいでやめそうな感じもするけどだからね面白いよねあだからなんかさあのすごい空気を読むううう空気読むって言っていいのかさきついねうん なんかねわあわあはいはい、意みちおさん,さん私もおデブちゃんだったからおむすび以外に、ひででしたね、で <laughs> ち懐かしくない、<laughs> 北斗の拳 <laughs> <laughs>、ね、で有名なセリフで、よく飛行を疲れて、お前はもう太っているって言われましたね。<laughs> <おー> <laughs> <laughs> これ、本当、子供ってさ、あ,のー、あれだよね、うんあ、でも思い出した。 思い出したんだ思い出した僕さ小学校5年ぐらいの時かな、うん、一時期よ、うん、6年かな覚えてないけど一時期ハート様って呼ばれたことがあったなるほど <laughs> なんだそれはんだそれはだよねでも確かに小学校ってもう、うんうん、ピンときたものはパーンっていっちゃうからねいっちゃうねでこのインスピレーションが残酷だよね、うんうん、俺,俺はその経験あってちょっと 放送できないようなあだ名を。引っかかるわけね。放送コードに引っかかるわけね。かかると思う。ようなあだ名を、そいつにつけたのよ。下半身的な。そう。これ、つけるよね。子供ってね。つけたっていうよりは。誰も、見てなかったのに。俺が、たまたま。見て。見ちゃった。それを、みんなの前で。 あーって言っちゃったから、うん、みんなが注目してそれからそれがあだ名になっちゃったっていうでそいつのあだ名がそうなっちゃったわけだそうそうそうはあんかよくあるパターンではあるけどさ <laughs> 中学校上がったらなくなったんだけどはいはいよかったね <laughs> 小,小学校5年の間はそうだったね、うん、なんか本当によあのいわゆる思春期に入っていくさ、うん、10歳超えたあと、うん、小5小6ぐらい あれぐらいが多分一番残酷かもしれないよね,ね <laughs> あなんか変な知恵もついてるもんだからあれぐらいが残酷だよねう,そう,そう,そうでもこの「北斗の拳」はかなり流行ったからさ <laughs> この「秀でとかもさもう多分さ例えばよ名前が「秀でとかで太ってたら <laughs> 絶対「秀でだよね。<laughs> <laughs> 痩せてたら秀樹 <laughs> じゃないそう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 いうパターンだよね<ー>、うん、だから俺本当にハート様って言われてから <laughs> なんか足でハート様がさあのケンシロウに倒される時ってさ、うん、足でお肉をさグイングイングイーンってから「あたたた」って言って広げていって。<ー> <laughs> お腹のお肉を広げてさ、でその広がった隙にさ、お肉がボンって戻る前にさ、広がった隙にさ、あたーってケンシロウがひこうつくわけ、これ、ハート様を倒した時のケンシロウの戦い方なんだけど、これをやろうとする場よ、いや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 、ってか、いやいや、僕のおなか広がりませんみたいな、どんなきり放とうとしてたんだろう、本当だよね、大体お前、そもそもね、ひこつけるんかって話ですよね。 いやーでも本当にさ子供は残酷ですよ残酷よくあるパターンなんだけどね、あのー、うちの娘がさう, <ん S 1> うちの娘が、あのー、めっちゃ食うわけ<ー>で今も中学校入ってあの食が細くなってきてるんだけど、うんあのー、要はその背に伸びてるっていうかさあ<ー>、あのー、でも小さい時とってもぽっちゃりでさ、うん、お俺可愛くてさおしょっちゅうご飯あげてたよ ダメなんだけどこれって <laughs> 俺甘いお父さんだからさ「美味しい美味しい」いしいとか言ってから「<laughs> シチューも作ったよ」みたいな。<laughs> <laughs> でさあのしょっちゅうそのご飯あげてたし、うん、もう食べるもんだから食べるだけあげててしょっちゅう読みに怒られて、うん、食べるからってあげてたら脂肪細胞が増えてから大人になっても痩せなくなるんだよみたいな、うん、遠回しにお前のことだよって俺言われてる気がして <laughs> あんたはそれで今デブなんだよって言われてるのをさ<ー>後ろめたさを感じながらもさ <laughs> でも娘がご飯食べるのがあんまりにも面白くてよくあげてたんだけどあの幼稚園の時だよ幼稚園の時でも,もう大人と同じぐらいの量食うわけすごいねすごいよね幼稚園生だよでうちの娘,娘の場合はさっきまで食べてたのに今も食うわけお前さっき食べたさみたいなご飯食べてはいごちそうさまってして しばらくしたらまた食べようとするわけ年 <laughs> 費悪いね年費悪いよねでもう食べたらすぐ出すからお,<ー>お腹が空っぽなってんだわずあれも <laughs> まあまた食べるわけで小学校のさほんとに3年生とか4年生の時にさ、うん、大人と同じ量のカツ丼をさ要はカツ丼並み,みたいな、うん、そうは食べた, 2>, <laughs> 食べた <laughs> ?2 杯食べてさ <laughs> いやいやいや待って待って大人2杯食べんから食べないさね普通2杯食べてよ、うん、食べてで夕飯って大体6時7時さね 2>,、うん、2杯食べて8時9時ぐらいにお腹空すいたってあんパン食べてあん <laughs> <laughs> パン食べてるわけまだ食べるんだまだ食べてるわけ何なのこいつはってってか活動の、ね、後にあんパンはちょっと やばいよねアンパンね,ねクリームパンでしようほ、ね、本当にさ <laughs> クリームパンでも一緒なんやかなみたいな感じするけど <laughs> あの本当にすごい量だったからだから小さい時からずっと食べたからだから幼稚園の時点で本当にバカみたいに飯食うから幼稚園ってほら給食っていうか出るさねお昼とかめっちゃ食ってるから <laughs> もうだからようちの娘が通ってた幼稚園でも,もうとにかく大食いで有名だったわけ。 あうちの娘幼稚園なのによ、うん、あだ名がギャル曽根だったわけ <laughs> あ<ー>ギャル曽根って呼ばれててから <laughs> 幼稚園生が幼稚園生がよ <laughs> ギャル曽根ってあだ名をつけるってさ、うん、センス良すぎない, <laughs> い,い、ねまあ、キャラ的にもいいねそう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 ギャル曽根って呼ばれてて。 今でも俺これ思い出したら爆笑してさ <laughs> お,前お前幼稚園の時のあざなギャル曽根だったよなってたら娘がちょっとカチンとした顔するんだけどさ<ー>ち,ょちょっとムカついた顔してるんだけどさ<ー>いやーでも本当に食ってましたよい、ね、はい伊道おじさんさん<い>あざなの印象が強いと、えー、クラス会で何十年経ってもあざなで呼ばれますよね本名を思い出してくれないのが辛いこれあるね うん、クラス会もそうだし、まああのー、久しぶりに友達と会った時に、うん、あだ名でずっと読んでたやつってうん、うん、本名が浮かばないんだよね頭に <laughs> 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 あだ名で読んじゃうよね<ー>、うん、いやあのー、僕はさもともと石川なんだけど、うん、石川なんだけどずっと、あのー、小座に来てもう20年以上になるからうん、うん、10あ 2一二十歳21ぐらいの時に沖縄市に来たわけ、うん、で石川から田舎者が出てきてさ沖縄市にあ,あこれはコザの町だぜアメリカンの町だぜみたいな <laughs> そんな都会でもないけどねそうそうそう,そう <laughs> 全然都会じゃないんだけど <laughs> 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 まあそれでさあの長らくこっちにいるから、うん、クラス会とか出てなかったわけ地元の、うん、であの石川の,その地元の同級生ともあんまり付き合いしてなくて、うん、本当一1人2人ぐらい 付き合いしてたのよ<タッ>であのー、30代後半になって、うん、そのーなんていうのフェイスブックやるようになってから、うん、同級生とつながってうん、うん、でそれでそのー地元のさ同級生の集まりとかクラス会とかに出るようになったわけ<う>40枚で初ですよ30代後半で初クラス会みたいなまあ初でもないけどで それで久しぶりにあの地元の同級生と会うじゃない、うん、やっぱり本名が出てこないわけ <laughs> 一応みんな俺の名前は「怒り」って分かるんだけど<ー>まあ当たり前なんだけど<笑><笑>あのやっぱりあの名前が出ないんだよね<ー>、うん、ほんととっても仲良かった友達とかすぐ出るんだけど<ー>あ,あだ名で覚えてたやつは頭でしか覚え出てこないね確かにうん 顔,顔も出てこないなあの顔,も顔も出てこないないお前あんまり同級生の顔覚えないんだよな忘れちゃうんだよねあっ,あっちがあっちが「うだろう?」って言うんだけどそうよね、うん、だからさなんかあのー、なんていうのやっぱり普段からさ、うん、地元で同級生との付き合いずっと続けてる人っているさ、うんうん、まあ割といるさね、うん 彼らっていうかそ,のそうやって地元のみんなとさずっと高校卒業しても仲良くしてる連中はさやっぱりみんなあ,のあだ名もそうだけどみんな仲良くしてるわけ名前も名前もって言ったらおかしいけどまあ当たり前なんだけどあの同窓会とか関係なく結構集まったりとかしてるんだよねそうなんだだからさ僕はなんかあのその中であのもうずっとあのここら辺に来てるから。 そのの感覚ってていうのがなくてさ、うん、なくささんかさちょっとやっぱりさうらやましいわけであの、まあ、みんなでワイワイ集まったら集まるんだけどなんかさまだ自分の中にぎこちなさがあるわけ <laughs> なんか慣れてないみたいなそれはさ仲の良かった友達とユンタクする時は、うん、あのあの頃に中学生ぐらいのろの自分に戻れるよ、うん、でも同級生がいっぱい集まるとさなんかぎこちないわけ そうなんだ、うん、あなんかやっぱり俺あれだなコミュニケーション障害だなと思って <laughs> 地元いるけど集まらんなうんそうよねあと同窓会行ったことね、うん、それもさ、あのー、沖縄市はどうかわからないけど、あのー、多分石川はこの同窓会とか同級生付き合いこういういいはずよこういうんだ、うん、と思う<ー>僕は。 濃いと思うね、うん、俺と雅光なんかは独特の人間だからねいやまあそれは僕もそうですけどま,まず群れない群、うん、れないっていうのがよく分からないだからさこれなんだよ僕もさ、うん、あの学生の頃から群れるっていうのがあんま好きじゃなくてから、うん、2>, 2人友達と2人で遊びに行くっていうことすらなんかうざみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> みたいな私は俺正光とどっか行ってもじゃあ俺あっち君あっちだからそう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 個人プレーに走るよね僕もそうよ目的が一緒じゃないと同じ場所に行かないそうそうそれ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 だからなんかさそういういわゆるその感覚を持っているというか僕もそうだったから なんか今でもこの同級生とかでバーって集まった時に少人数でちょっとあの仲が良かったやつとかだったらいいんだけどその僕たち時代ってほら第二次ベビーブームの僕たちって第二次ベビーブームのいわゆるベビーブーマーさんねだからレジベビーブーマーだからその同級生が多いのよ同窓会とかしたら3桁で集まるわけすごいねその中にいたらさなんか ああああどうもお久しぶりですみたいなああ <laughs> <laughs> どうもこの感覚がよ<ー><ー>顔が出てこないからもう同窓会とか行きたくないんだけど <laughs> <laughs> お金かかるしね行 <laughs> って誰と話すればいいんだろうん、ねうんうん、分かる分かるそれちょっとあるな <laughs> でもよあのー、久しぶりに同級生と会うとよそれはそれでまたいいもんだなっていうのを<ー>、あのー、40になって思ったね それはちょっとあるなはい、意味調ょさんさんですえー、国際通りとかで同級生に会いたくないですね、うん、おむすびとか、ひでぶとか、人通りが多いところで呼ばれたくないですね、恥ずかしすぎる、うん、そうよね、うん、うん、それはあるね、個人的には会いたいっていう人が一人もいないから、<laughs> うん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 、いいよ、いい感じだよ、別に、あのうん,うん、いや、その、でも、道でたまたま会うさ、<ー>うん、あれ困るよね。 どどなたさんって言えばいいんじゃない。うん、あ,れあ,れあれ、ね、それで相手。にあれ、似てるけどなっていう、うん。でもさ、イミッチャおじさんさんの場合はさ。あの。そのパブリックな場所を歩いててさ、国際通りでも何でもいいよ。<laughs> うん、歩いててさ。そのいきなりさ、おむすびーとかさ。<ー>辛いね。辛いね。うん。おむすびぐらいまでいける、ひでぶう辛いね。<laughs> 辛いね。まあ,まあね。うん それ言われるのは確かに辛いかもしれないねうんそっかそっか言う人は覚えてるんだっていうことよねっていうことだよねうん呼ばれるってことは相手に覚えられてるってことだよね同級生に会うけど全く無視でやるじあいじゃあ覚えてないのかな向こう側が覚えてないのか分かってないのかって俺さ結構覚えられててなんかたまたま道とかどっか大きいデパートとかさ ところでその俺はわからないんだよ。うん、俺はからんからわからないんだけどいきなり知らないおっさんに声かけられたら大体同級生だわけ。どこのおっさんかなみたいな。ああ、同級生かみたいな。<ー>あそういえば俺もおっさんだったみたいな。そうそうそう。ない,ないやだからそれでさ、うん、ユンタクするわけさ。<ー>同級生と。道でたまたまってよ。もう10年ぶりとか20年ぶりの話さ。 でタクして、あ元気ねーとか俺も言うわけ、<う>久しぶりだねーとか言って話するんだけど、最後まで名前が出てこないわけ、<laughs> <ー>やったあやがみたいな感じで、全然名前は本当は出てないんだよ、<laughs> 俺思い出してないん <laughs> 誰かも知らないし、顔も思い出してないわけ、<laughs> 思い出してないんだけど、そういえばもう久しぶりだねーみたいな、<laughs> 俺も長いだかう俺、地元から離れて長いからさーとかいろいろ話するんだけど、<う>全然誰かもわからない人と話してるわけ。<laughs> <laughs> かもしかしかたらよ<う>今まで あのー、そういう経験ってちょこちょこあるさね、うん、なんかあのー、なんていうのかな、道、あのー、でいきなり声かけられて、えー、のー同級生で、うん、えー、え誰、ー、誰みたいな、えー、久しぶりみたいな話して、でも俺、こっちはどなた様ですかっていうぐらい、全然覚えてないっていうのが、今まで本当に何回もあるわけ、うんで、もしかしたらよ、もしかしたら、一人ぐらいはさ、うん、同級生じゃないかもしれない。<laughs> <laughs> <laughs> 全然本当は同級生じゃないやつか。うん たまたま声かけただけかもしれないね。あなんか似てる人とるそう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 。うん、俺みたいなさ、俺覚えてなかったらじゃってすぐあそうな、うんだ。なんか。えー 10年ぶりとかあるとそうなんだって感じで話ししないんだで俺でもそれができたらいいなだって覚えてないからそうよねほんとそうよね大体今どうしてるとか結婚したとかそんなどうでもいい話はどうでもいいよね俺もさ結婚してさ一応一応はさ家庭持ってるけど結婚してなんとかっていう話をさ 振られるまではしない、ね、<ー>ないんか、まあ、たまに、あのー「子供いるの?」とか「あれもう何もネタがなかったらよ」<ー>聞くけど別にその人が結婚してるかどうかとか<ー>はっきり言ってどうでもいいから <laughs> う、ねうん、あんまり聞かないんだけどさ<ー>ただやっぱ子供は好きだから<ー>あの子供の話になったら一応テンション上がるよテンション上がるんだけど <laughs>、まあ、ほらなんかさ、あのー、俺たち世代までは。 あのー、結婚してないと<う>なんか変な感じさ、<だ>わかる結婚してないの,なのみたいな、独身なのみたいな、で多分さ、40で独身って言ったら、1>, <う>罰 ×1? みたいな、<ー>沖縄の場合は特に。<う>そんな風に思われるか ストレートに聞いてくるやつもいるさ離婚したのみたいな「いやいやいや離婚の前に結婚してません?」みたいな「戸籍汚れてません?」みたいなね、俺も真っ白真っ白ねだからさその感覚がよなんかもう俺を払拭してほしいんだよね確かに国はよあのねの日本という国家はいわゆるどんどん子供作りましょうと少子化ですから皆さん結婚して子供作ってくださいと。 ね、働く女性も応援働くお母さん応援しますよみたいな、うん、たくさん子供作って働いてくださいと子育てだけでも大変なのにさ <laughs> 消費税上がるしな、うん、子育てだけでもめっちゃ大変なのにうん、うん、さらに働かないといけないのみたいな <laughs> さらに働くってどうなのっていうのはあるんだけど、うん、それは置いといて <laughs>、まあ、その社会的にその。 子育てしましょうみたいな子供作りましょうみたいな風潮があるじゃない、うん、あ,あるねだからこの年で独身って言ったら、うん、なんか変な<ー>なんかあ結婚してないんだみたいな社会貢献してない感じそう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 さ。うそ <laughs> <laughs> しいけそね。いやそう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 ってそうってそう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  右翼曲折あって <laughs> まあねかむぐらいいろいろあるさ <laughs> 右,よく,、ね、右よくも曲折あるさ <laughs> 右,右よくも曲論あるさ <laughs> でまあ人間いろいろあるさ人生ってそ,、ね、そんな中でさ、うん、その今までたまたま結婚してないだけであって結婚してなかったらなんとなくなんかみたいなさ <laughs> あれなんかね だからね、うん、まあ、60で結婚するやつもいるんだからね年の差も不思議でもないし、うん、はいはいここで、えー、カズキンヌさんはい初見,、はいはい、初見ありがとうございます,います、えー、昨日まで沖縄修学旅行行ってましたへえ沖縄に来ていらっしゃったんですね修学旅行ということは高校生かな学生,学生中学生か高校生ぐらいでしょうね先生はい うん、沖縄どうでした <laughs> とってもね、あの今、沖縄はね修学旅行の場所としてね、うんあのー、結構、あのー、大和の、あのー、学校からは注目されてるので、結構、昔から修学旅行って沖縄は多いんだけど、最近は沖縄は修学旅行の受け入れの場合は、あれがすごい多いね、あのー、民泊、うるま市でもやってるんだけどさ、偏座、うん、島の方とか、うんうん、やけなの方とかでもやってるんだけど、要は、 えとちょっと田舎に行ってホテルじゃなく修学旅行の,あの子供たちを3人とか4人とかまあ家にもよるけど民家に泊めるわけね、民家はそれを受け入れするわけでまあ受け入れするっていうことは要は子供が大きくなっておうちに子供がいなくなった一旦子育てが落ち着いたっていう方々とかがやっぱりほぼ多いんだけど。 だから田舎に行ったらほらちょっとあの若い子が入って過疎化が進んでるというか <laughs> ねだからあの逆に民泊やりやすいわけ<ー>子育て終わった世帯が多いからいいね面白いでしょね、うん、あの実はあのウルマシも結構これやってて、うん、あの今年あ去年だ去年から結構やってるね<ー>うんうん。 例の,あのお付き合いしてる玉ねぎさんとか、<laughs> <laughs> イ井イさんとか <laughs>、いろんな方が頑張って<ー>、特にイ井イさんっていう方が頑張ってあ<ー>、あんまり名前、名前っていいよね、これはねあ<ー>、まあでも、あ,あれだからあ<ー>、あの団体名を今度また紹介しますけど、えー、やってるのよね<ー>、だから、の多分もしかしたら民泊でいらっしゃったのかもしれないし<ー>、要はほら、修学旅行って、どっかその地域に行って、うん、 あのー、なんていうの、えー、あちこち見てで、あのー、ホテル泊まって終わりみたいなああだからそこになんか新しい形を作ろうとしてんだろうねすごいね、うんうんうん、いったん CM、はいいきなりあだ名ね、うん、初見かすごいなうん高校生かね はいはいお届けしております。子供の島キラキラでございます。この番組は今日チョイするっておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよ。みなさーん、カラオケするならチョイさんにレッツゴー <laughs> <laughs> 頑張って続ける,なるほど継続は力なり <laughs> 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 はい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  <laughs> ねあのコマーシャルの間にいろいろまた届いておりますがいみっちゃんおじさんさんえ民泊している子供をこの番組にゲストで呼んだら思い出になるかもですね」と<ー>いいですねうん去年はねあの声だけだったけど一昨年まではね一昨年はね、あのー、夏のほら交流授業福島の子たち番組でね あの出てもらったもんねラジオにねラジオに出るのは結構思い出になるだろうね、うん、めったにないからねそれとねフェイスブックの方に、えー、来てますよ<う>、えー「名前は言いません、はいえー、小4の時につけられたあだ名が確か歩くスケベ辞典だったな」 あれ小六だっけとあ<ー>まあ小四か小六かはどうでもいい話なんだけど <laughs> その年でアルクスケベ辞典はすごいよね,ね<え>ああ素晴らしいねどんなもんなんだろう <laughs> 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 相当なもんですよ。<ー>相当なもんですよ。本当にね。いや、まあ本当にね。でも、あのー、小さい時のあだ名あのー、あ<ー>まあだ名もそうなんですけど、あのー、子供っていうのは割とですね。あの何、ー、て言うんだろう。あの残酷なもんですよ。はい、本当にね。<laughs> はい。あ、いろんなあだ名があります。あ,<ー>あの子供たちの感性というかね。 そこの部分っていう意味で言ったらすごく <laughs> あのいいのかもしれないね。あれうん、俺まとめすぎたいやいや、小さい時きの,、うん、あ,のあだ名つけた場面は思い出してしまった。えっと、いみちおじさんさん、えー。FM コザのスタッフであだ名つけるのが上手な子がいますよ。えー、泉ちゃんです。山内局長に 山うたンいいね<ー>山うたン面白いね <laughs> 俺あれだなあの正式文章でも「えー、山うたん様」って付け親うやさん <laughs> 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 名称のところではい、はいはい、ここで告知です、はいえー、第25回沖縄市国際交流フェスティバル なんと2月21日土曜日22日日曜日お昼12時から夕方18時まで沖縄市のパルミラ通りから一番側にかけての地域でですね開催しますよこれは沖縄市国際交流協会がお届けするフェスティバルでいろいろな各国の芸能文化それから料理いろいろ堪能できますので皆さんぜひぜひどしどしいらっしゃってください2月21日土曜日初日はですねオープニングセレモー 『ストーリーが』が、えー、お昼の1時13時から行われますので、えー、たくさんの皆様のご来場をお待ちしておりますということです。はい、国際交流のフェスティバルってさ結構面白いんだよ。<ん>うん、で僕も <laughs> あの一応毎年顔を出すのに今回はねスタッフでちょっと入るんだけどさ僕も国際交流協会にあの加盟してるので<ー>まあ入るんだけどあの本当に国際色なのね。 うん、あの沖縄ってほらどっちかっていうと日米交流ばっかりが目立つじゃない、要はアメリカとの交流ばっかりが目立つ、まあ、しょうがないよね、基地があるからね。うん、なんだけど、<laughs> あのそれに限らず沖縄って実はすごいいろんな。 国の人が住んでて、うん、沖縄市なんて40とか50か国近く <laughs> 40何か国っていう国の人が住んでるわけやばくないやばいよね <laughs> だからそのいろんな国のね人たちの文化僕はねやっぱ一番おすすめするのはまあ文化もそうだけど料理,料理いろんな国の料理が食べれるちょ <laughs> うど中国料理韓国料理アメリカ料理もも,もちろんだけどやっぱりあの南米の料理ね、うん、ブラジルとかの料理とかペルーの料理とかめっちゃ美味しい。 <laughs> うん、あとね、ここ最近僕が一押ししてるのはやっぱりフィリピンの料理ね。うちのアンチにぴったり、お<ー>もう味がそっくり。で、なおかつちょっと香辛料というか、スパイスが効いてる感じで、おいしいわけ。うん,うん、うん。でうちの後と一緒でさ、豚肉いっぱい使うから、最高だわ、今日 <laughs> あのチャンプルーって感じの雰囲気が多いけどねお<ー>、うん。まあそんな感じで、今月もイベント、目白押し、えー、また番組、聞いてくださいね。ではまた来週、うん、バイぴーん はい、あのお疲れさまで